アリス・ブラディはアメリカ合衆国の女優。1871年に起きたシカゴ大化を題材にした映画シカゴで第10回アカデミー賞の助演女優賞を受賞。その受賞式を足首の怪我のために欠席したところ、彼女の代理人と名乗る男が壇上に現れてオスカー像を受け取り、そのまま持ち去る事件が起きた。アカデミー協会は代わりを用意し、後日、 彼女に直接渡した。犯人も、オスカーだても行方不明のままである。1892年にニューヨーク市で生まれ、1896年に母、ローズマリー・イルネを亡くす。父、ウィリアム・エイブラディが有名な演劇プロデューサーだった。ことから幼い頃から芝居に興味を持つようになる。14歳で舞台に立つようになり、1911年にブロードウェイデビュー。 1913年に父親が映画会社を作り映画産業に参入すると彼女も映画の仕事を始めるようになる。1914年にアズイソーで映画デビュー。その50年近くの間に50本を超えるサイレント映画に出演。1919年に俳優ジェームズ・クレインと結婚。後に息子一人ドナルドを儲けるが、1922年に 離婚。クレインとは彼の婚礼の夜、罪の人々、エーダークランタンの3作品で共演。1923年に映画の仕事を辞め、活動の中心を舞台に移す。1933年にハリウッドに移り、ベン・レディース・スミートで初のトーキーに出演するとともに映画に復帰。その後は映画を中心に活動する。1936年の映画。 ボロと宝石で第9回アカデミー賞の助演女優賞にノミネート。1937年の映画シカゴで第10回アカデミー賞の助演女優賞を受賞。1939年にガンで死去。ありがとうございます。